アドリアン・フルティガーは、スイスの書体デザイナー、グラフィックデザイナー。ユニバースやフルティガーなど多くの著名な書体をデザインするとともに、公共機関のサインシステムの設計なども手掛けた。フルティガーは、スイスのアルプスの麓にあるインターラー県近郊で、旗折り職人の子として生まれた。子供の頃は、自分で様々な筆記体を作ったり、小学校の授業で習った。 筆記体を自分なりに作り変えるなどして遊んでいた。その後、彫刻家を志望するも、父親や中学校の教師たちの勧めにより、印刷の世界へ進むことになった。それでも、自らの書体デザインの元ととなる彫刻への愛情を持ち続け、仕事の合間に多くの造形作品を制作していた。高等学校を卒業後、18歳で、 インターラーケン近郊の夫シェフリー印刷所に見習い食事校として入所する。1948年に同印刷所でトゥーンコの教会という小冊子の活字組版、木版彫刻、印刷までの全工程を担当し、その完成をもって見習い期間を終了した。それから1951年までチューリヒ工芸専門学校の授業に出席し、木版が銅版が 彫刻、ドローイングを学ぶ。ローマ時代の碑文など、古典についての授業を受ける中で、次第に製図用具を使わず、ペンと平筆だけを用いるカリグラフィーに傾倒していった。フルティガーは、卒業制作として発表した、木版に展開したラテンアルファベットの発達史を見たシャルルペーニオ社長により、パリの活字鋳造所、ドベルニエペーニオ社に芸術監督として採用される。 入社後、活字源氏製作部に配属されると、まず古典的な活字をもとに、機械式活字不景調国旗のための新たな、パターン原図を起こす仕事に就いた。その後、ペーニョ社長が資金を投入していた、リオンの関連会社、ルミタイプ社の写真職時期に向けて、既存の書体を本国する仕事も任された。1952年頃、ドベルニエペーニョ社において、 金属活字と写真食事用活字の両方で使用できる古典的なローマン体を新たに開発する計画が起こる。この書体のデザインを任されたフルティガーは15世紀にニコラ・ジェンソンがデザインした活字をもとに直線を用いず緩やかな曲線によって構成された自然で有機的な書体を完成させた。この書体はメリディエンと名付けられ、まず同社から 金属活字として1954年に発売され、続いて1955年に写真食事用活字として発売された。フルティガーのデザインした書体で最初に商業的に発表された書体は1954年のプレジデントである。これはセリフの小さい大文字だけの見出し書体だった。同年にインフォーマルなスクリプト書体、ウンディーヌも発表された。 1956年にフルティガーは地震初のスラブセリフ書体となるエジプシャンを発表した。エジプシャンはクラレンドンを元にしたスラブセリフ書体であり、初めて写真・食事用に発注された新しい書体だった。シャルル・ペーニョは活字と写色の両方で使用できるような統一感のある大きなファミリーフォントを追い求めていた。バウアー社によるフーツラ書体の成功を受け、 ペーニョは新しい幾何学的なサンセリフの完成に力を入れた。フルティガーはフーツラの組織が気に入らず、新しいサンセリフはリアリストに基づくべきだとペーニョを説得し、1896年の書体、アクチデンツグロテスクが基本モデルとして選ばれた。21のバリエーションに統一感を持たせるために、母型を作る前に、すべてのウェイトと横幅を、 ローマン体とイタリック体で満足のいくまで手書きで直した。ユニバースでフルティガーは2桁のナンバリングシステムを導入した。最初の数字はウェイトを示しており、3が最も細く、8が最も太い。2番目の数字は横幅とローマン体化者体化を示している。ユニバースに対する世間の反応は素早く、そして前向きだった。 フルティガーはユニバースが彼がその後作ったすべての書体の基礎になったと語っている。ユニバースはセリファ・とグ・リファの元になっている。1970年代初頭、パリ郊外のロワシーにシャルル・ド・ゴール国際空港を建設するにあたり、主任建築家のポール・アンドリューからド・ゴール空港独自の新しい書体を含む空港内のサインシステムの設計を依頼された。概要には、 遠方から及び正面ではない角度からでも高い、視認性を求めるとの内容があった。フルティガーはユニバースが最適だと思ったが、その考え方は1960年代を引きずる、時代遅れかもしれないと思い直した。最終的に書体は、エリック・ギルのギルさんや、エドワード・ジョンストンによる、ロンドン地下鉄の書体、ロジャー・イクスコファンのアンティーク・オリーブなどの、 ヒューマニストさんセリフによる影響を受け、有機的に調節されたユニバースの変化型となった。ロアシーと名付けられていたその書体は、1976年にマーゲンターラーライノタイプ社より一般向けにリリースされる際にフルティガーと改名される。1984年のフルティガーによる書体ベルサイユは彼が初期に手掛けたプレジデントに似たキャピタルを持つ。 オールドスタイルのセリフ体である。ベルサイユでは、セリフは小さく象形文字的である。1988年、フルティガーは、アベニールを完成させた。アベニールとはフランス語で未来を意味し、普通らの印象を持ちつつ、ネオグロテスクに似た構造も合わせ持っている。アベニールには、一通りのウェイトが全て揃っている。1990年に、フルティガーは、 モーリス・フラーベントンのフランクリンゴシックとニュースゴシックに影響を受けたベクトラの開発を終える。完成した書体は X ハイトが高く小さなポイントでも読みやすいものとなった。1990年代後半にフルティガーはこれまでに開発したユニバース、フルティガー、アベニールといった書体を現代の技術を使って洗練、発展させる作業に取り掛かった。 ユニバースは63バリエーションとして再発表された。フルティガーはフルティガーネクストとしてイタリック体と2ウェイトを付け加えて再発表された。ライノタイ部社の小林明との共同作業により、フルティガーはアベニールにライトとヘビーのウェイトを付け加え、さらにコンデンス度を加えてファミリーの幅を広げた。この書体はアベニールネクストとしてリリースされた。 フルティガーのキャリアは、金属活字、車色、そしてデジタルタイプセッティングというタイプの発達の時代をまたいでた。フルティガーは晩年、スイスのベルン近郊に住み、主として木版作りをしていた。2003年に、フルティガーは、スイスの時計メーカーベンチュラより限定版腕時計のデザインを委託された。彼は、時計の文字盤用に新しい書体を作った。 フルティガーはまた、インドのアーメダバットにある、国立デザイン研究所のマークをデザインした。この研究所はもともとナショナルデザインインスティチュートと名付けられていたが、フルティガーが図案化した二度のロゴに似合うようにと名前を、改めた。フルティガーは、下記の書体をデザインした。ありがとうございます。